ファコムは富士通が自社製コンピュータに使用していた商標。富士通オートマティックコンピューターから、1990年5月にファコムブランドが富士通に変更されるまで主要なコンピュータのブランド名に使われた。アメリカ合衆国ではフェイカムと発音されるが、それはファコムと発音すると英語のファック M に似てしまうから、とも言われている。ファコムのロゴファコムの 番号付けは100番台がリレー式、200.210番台がパラメトロン、以後は電子式となっている。初期には下2桁が0では試作機10の位は順番、1の位は計算機の桁数という規則や10の位が0はパラメトロンで科学用、1はパラメトロンで事務用、2はトランジスタで大型汎用、3は トランジスタで科学用、4はトランジスタで事務用という規則もあったが、いずれも230シリーズより前の話である。初期には300番以降の番号もコンピュータに使われているが、後にはファコム6 3 0機テープ装置のように周辺機器に当てられている。以下で述べるファコムの名のついたリレー式計算機はプログラム制御方式である。 プログラム制御方式であってもプログラム内蔵方式とするか否かは具体的にどの程度メモリにプログラムを置けばプログラム内蔵であるとするのかについて議論がある。点だが高橋秀俊氏によればリレー計算機でプログラム内蔵方式を採用したものはないとされている。情報処理学会のコンピュータ博物館ウェブサイトでは FACOM128A をプログラム非内蔵としている。また 日本ではコンピュータのことを電算機などということがあり、電算業務といった形で電算と略しても使われているが、情報処理学会が歴史について調査した際に、学会誌、情報処理に掲載された富士通における歴史を述べた記事によれば、このリレーによる計算機の時代に計算サービスを開始した際に使い始めた言葉であろうと書かれている。富士通新規製造では、 1935年頃からリレーを使った装置の応用として演算回路を試作していた。1943年には海軍からの委託で暗号解読装置を製作している。なお、中島やシャノンにより論理回路の理論が始まったのが1930年代以末である。戦後は戦災で消失した東京都の統計家の IBM 製統計会計器を代替する電気式分類集計器、山下式が戦統計器を山下秀夫の指導のもとに製作1951年5月に納入した。1952年、東証が機械化を検討し、山下を通して富士通にリレーによる株式取引高生産装置の開発が打診された。尾身搬送小林大輔の下で、 池田敏夫・を山本拓馬らが開発し、1953年3月に試作機が完成した。受注には至らなかったが、ファコムに与えた影響は大きい。株式、取引高生産用計算機が不採用だったことについては山本拓馬によれば入出力が電信用紙テープだったためパンチカードマシンより遅かった、動作が不安定だったという2点を挙げている。 動作を不安定にしたエラーの原因は後に接触不良と判明し、ファコム100ではこの経験を生かし自己検査回路により信頼性を向上し成功させた。ファコムは池田敏夫、山本拓馬、山口嗣則が1954年10月に完成させたファコム100から始まる。ファコム100は 富士通が最初に製作したコンピュータであり、日本最初期のリレー式計算機の一つでもある。当時、使用できるデバイスとしては、真空管もあったが、真空管は寿命が短く、故障率が高かったことや、富士通が電話交換機を製造していた関係で、リレーが豊富に使用可能だったことからリレーが採用された。 以前から真空間式のカウンタなど基本回路の実験も言ってはいたが、直ちに電子計算機の開発に進むには、技術的にも経済的にも制約条件が大きかった、内し無理があったとされている。当初の計算機の経験からリレーの接触不良に対処するため、自己検査回路により、誤動作が起きた場合にはそれ以上動作が進まないような回路とし 誤った結果は出力しないというある種のフェール政府設計とした。ファコム100は重心法の計算機で演算装置の符号計には3、マシ符号を使っているが、その冗長性を利用してパリティ的なチェックを行うものである。ノーベル賞受賞者の湯川秀樹が人手では2年はかかる多重積分を3日で解いたと高く評価した。ファコム百は試作実験機であり、 販売されることはなかったが、計算機が他にほとんどない時代であり、ファコム100を利用した計算サービスを提供して、社内はもとより、官民学の計算需要に対して、実用に強制られた。なお、池田による、科学1955年6月号の記事、リレー式電気計算機について愛中には、ファコム100に引き続いて、完成予定の計算機として、 ファコム118という番号が見られる。また、この頃に電気試験所が設計した ETL Mark II の製造を依頼され、1955年11月に完成させている。ファコム128は1956年に完成した富士通最初の商用コンピュータである。ファコム128は インデックスレジスタや割り込みが採用されていた。また、自己検査回路で誤動作を検知して停止している場合に、自動的に再計算するようになっていた。ファコム100の3、マシ符号に変えて25進法を利用しているが、100と同様に符号の上調性を利用して、チェックを行っている。また、コンプリメントの回路を必ず付加して、完全に、チェックを取る。 メイクの接点のみで構成するといった方式を取った。インデックスレジスタのアイディアは、池田らと前日の電気試験所で計算機に関わっていた小間宮安らとのディスカッションの中から出てきたもので、海外のそれとは独立に生まれたものである。富士通沼津工場、池田敏夫記念室2959年製造のファコム128バイトが保存されており、見学可能である。 動体保存されている同様の計算機としては世界最古と言われている。2006年末に富士通は同期を2019年まで延命させるプロジェクトを発足させていることが報じられた。ファコム128の1号機が納入された統計数理研究所の資料では同所の本機を指して軽電機式万能計算機 TSK2 とある。 1960年のリレー式計算機で 128A の連価版である。富士通川崎工場富士通テクノロジーホールにて胴体保存されている。工場の一般公開イベント時などに見学できることがあるほか、社会科見学なども受け入れている。ファコム128バイト、ファコム 138A にはレンズ計算用プログラムがあり、カメラメーカーからの需要があった。 128バイトの1号機はキャノン 138A の1号機はオリンパスに納入している。顧客に応じて設計された小型の専用計算用と思われる100番台でない以下のようなリレー式のファコムの記録が残っている。ハイフンを付けている資料もあるが池田記念論文集巻末の機種一覧では付けていないので、ここではそれに従う。統計数理研究所の資料に ファコム128以前の計算機としてファコム415という名前が見られる。池田記念論文集巻末の機種一覧によれば工学計算を主とした科学用、品質管理等の統計用、相関係数用、事務用などといったリレー式計算機としてこれらの機が挙げられている。富士通はリレー式に引き続きパラメトロンを使ってコンピュータの開発を行った。 パラメトロンと富士通の関わりでは、パラメトロンの総本山である東大高橋研究室と共同で研究開発を行い、最速のパラメトロン機ファコム202を作ったことなどが特筆される。1958年9月完成の試作機。1959年、ムサシナンバーワンをベースに開発したムサシナンバーワン B を製品化したもの。ムサシ No.1b の製作では、コアの機械的振動による妨害をどう防ぐかに苦心し、後藤栄一のアドバイスにより、パラフィンを塗って、防振を図ったが簡単には収まらず、各種の材料が試された。1960年完成。高橋研究室と共同で、研究開発を行った PC-2 を元に製品化したもの。通常のドーナツ型のフェライトコアではなく、 パラメトロン素子専用に設計されたメガネ型コアを使用するなどして動作周波数 60kHz とパラメトロンコンピュータとしては最速であり当時は速度的に不利だった接合型トランジスタで作られた ETL Mark IV-A より速かった高橋研究室の研究成果である割り込みを備える記憶装置にはパラメトロンコンピュータに独特の二周波式のコアメモリを使っているが 発熱が大きいため、コアにヒレをつけたり、油芯にしたりしている。1959年4月出荷。ファコム200を元に開発した1ワードが重心12桁で、パンチカード、富士カードの入出力や、印刷出力といった、事務処理向けスペックの商用機。この頃、複数メーカーが ETL マークフォーをベースに、トランジスター機を作っているが、富士通は作っていない。また、 ETL マーク k 4ではトランジスタ数の節約のため動的なフリップフロップによる論理回路を使っているが、富士通では必要なトランジスタ数は増えるが性的な回路を採用した。トランジスタ式ではなく真空管を使用、またファコムの名もついていないが、富士通が製作した初期の電子計算機としてここに挙げる。国鉄は戦後サイバネティックス化を施行し、 各現場にコンピュータの導入を図った。1956年度の技術課題として、貨車の周波用の通信系と、それを通じて集めた、火砲を処理する計算機として、国鉄の鉄券が設計し、富士通が製造した。国鉄側の人物による、十階段によれば、一旦は富士通に試作を依頼して辞退されたが、富士通の工場を訪ねて担当者に、 回路設計まで国鉄でやるので製造設計と製造だけをお願いしたいと無理を言って引き受けてもらったものという。マージン不足で安定化に苦労し、富士通も大変だったと思われるとしている。1958年10月完成。専用機だがパラメトロン機を除けば日本で最初の次期コアメモリを採用した実用の電子計算機である。本機の経験として 重要な点として、クロック同期設計をはじめとする、リレーと電子計算機で異なる点についての技術の蓄積、電子計算機の高速性に対応できる、周辺機器の開発促進、という点が挙げられている。下方の処理についての後継機には、国鉄は沖縄帰宅を採用した。プロトタイプ機二百二十二 p が九百六十年十月製作終了、六十一年二月、 試験完了。商用機 222A が1961年4月、制作完了、同11月納入。富士通で初めてトランジスタを採用したモデルである。222A は1万個のコアメモリを搭載。1台1万個の実機ドラムを最大10台まで接続可能。222の語呂合わせで、富士通といった。二十二 p から事務用には不要な部分を除き、 小型化したファコム241がある。1963年3月完成。従来の小型機が固定調ワード試行で、敷記憶にドラムを使用していたのに対し、可変調ワード試行で汎用機を目指し、敷記憶にはコアを使用した。IBM1401 の発表に刺激され、より効率の良い可変誤張機を検討して決定された、仕様である。 ファコム230から10、30、50の新聞広告1964年の4月7日、IBM がシステム360を発表した。システム360は統一されたアーキテクチャを持ち、あらゆる用途向きに設計された上位モデルから下位モデルまでをシリーズ化したコンピュータであった。以前は IBM のコンピュータが IBM のユニバックと呼ばれるなど、 IBM は後発と扱われていたが360により IBM は完全にリードを得た。他のコンピュータメーカーのほとんどが360に影響を受け自社のコンピュータについてシリーズあるいはファミリーとすることが流行のようになった。しかしその場合多くが360のそれとは異なり元々は別々に設計されたものをそのように称した。 というものが多く、富士通も、また、以下で述べるように本択を改良して製品化する際に、ファコム230から50とし、先行機ファコム230は、ファコム230から30とサフィックスをつけ、また以降のコンピュータを、ファコム230〜として、ファコム230ファミリとした。ファコム230は、中小型では、可変語調方式、大型では、 固定互調方式を持つ独特なファミリーであった。実際のところ設計中は、ファコム230から10はファコム800、ファコム230から50はファコム250であった。ファコム230は1964年5月発表。ファコム231の機能を完全に包含。プログラムが変更なしに完全に動作する互換性を実現し、さらに高速化した。 次に述べる本クが製品化の際にファコム230から50としたのに合わせファコム230から30と解明された。国策により1962年にプロジェクトが発足された富士通沖日電の共同計画によるコンピュータであるが内実としては CPU の本クセントラルをい、周辺プロセッサをオート N が担当するというものであった。 本宅は1964年11月に完成、納入された。富士通は本宅セントラルを改良し、ファコム230から50として製品化した。シリーズ最小だが、それを補う仮想記憶を搭載。金文字コボルを実装。1965年の9月に、富士通は全7機種からなるファコム230シリーズを発表した。日本で、 初めて IC を採用したベストセラー機種。主記憶装置及び入出力装置を共有する本格的デュアルプロセッサ。世界で初めてマルチプロセッサ構成を採用。ファコム230から60は東大での対日立線のリターンマッチといえる東大に引き続き設置された京大の大型計算機センターで採用されたことが特筆されるさらに九州大学でも採用された。 2バイト1号の16ビットマシン。ファコム2 3 0から25、230から35で、四憶に IC メモリを採用し、仮想記憶も採用。ハードウェアによる仮想記憶を採用。230から60の後継機。次に述べる APU の負荷が特筆される。ファコム2 3 0から75に、科学技術計算向けのパイプライン方式。 アレープロセッサを追加して、計算能力を強化した木。22M フロップスを達成した。航空宇宙技術研究所などに納入された。クレーマイナス1に遅れることたった1年であり、後の VP シリーズにつながる。ファコム230シリーズと並行して、科学計算、プロセス制御用として、ファコム270シリーズを開発した。超小型のファコム270から10。 小型のファコム270から20、中型のファコム270から30の3機種。これらの用途にはすでに発売されていたファコム231も使用されていたが、さらにオンラインリアルタイム処理にも対応した。転用のプラパズルのナンバー345にファコムという名が付いているが、これは当コンピュータにちなむ。それらのパズルの前回の数について、 パズルテンプの説明書に富士通の行為によりファコム270から20で XX 通りと計算された旨書かれていた。ファコム M シリーズは日立製作所と技術提携して作られた IBM システム360システム370のプラグコンパチブルのメインフレームである。ファコム m 1シリーズ初号モデルのファコム m 百九十は アムダール社との共同開発で、島機にあたるアムダール 470V6 と共に、世界初の全面的に LSI を採用したメインフレームである。ヒタック M シリーズと共通のイニシャル M は通算省に由来する。過去のファコムと異なる IBM 互換にした理由の一つは、買い手が互換性を求めていたことである。1960年代中盤の東京大学。 大型計算機センターの導入機選定の際に、富士通は本宅をベースとしたマシンの採用を目指していたが、日立の日タック5022敗れ、その理由が国際互換性の問題とされた。互換性のある OS が必要だとされたとも、科学技術計算のために日本国外で開発されたフォートランのライブラリーが使えることが重要視されたとも言う。 選定する側の一人であった東大の有馬明人が東京大学大型計算機センター10年の歩みに寄せた機種選定について個人的階層を中心にには互換性といった言葉は全くなくヒタック5020について試作機が出来上がっていたという語があるアメリカ市場へ新規参入するためには一層 IBM 互換が必要と考えられた 二つ目の理由として、日本の OECD 加盟などの際は、例外とされていたコンピュータについても1970年代に自由化が決定されたことである。保護政策なしでは、世界市場で60%、日本市場で50%のシェアを持つ IBAM に対抗できないと想定した通産省は、日本の6社を3グループ化し、体制強化を図り、 富士通は同じく IBM 互換路線を取っていた日立製作所と提携した。以上のような経緯によるため、ファコムと日立日立クの両方が複形列名に使った M シリーズの M には通産省の移行の影響があるマシンという含みがある。IBM 互換機の開発に先立つ1969年、富士通の池田敏夫は IBM でシステム 360を設計したジーン・アムダールと会談している。この時、アムダールは IBM の後継機へ新技術の導入を検討していた。アムダールは提案が却下されると、1970年に IBM を離れアムダール社を設立した。富士通はアムダールと提携し、そのノウハウを得た。富士通は1 9七十年に先行されていた日立を抜き、 日本市場で日本メーカーの売上トップを獲得していたが、ファコム M シリーズによって1979年に IBM を抜いてトップになった。富士通発の IBM 互換機。LSI を採用した超音型機で IBM システム370の2から3倍の性能。当時、世界最大最速 M-190 の1.5から1.8倍の 性能だが、最大 4CPU のマルチプロセッサ構成が可能。この時、5CPU 分の速度に達する。当時、世界最大、最速。日本で、初めて本格的な日本語処理機能、g i f を搭載。日本語に対応したソフトウェアと、日本語入力用のタブレットや、漢字ドットインパクトプリンタで構成。31ビットアドレス空間を、サポート、イクル。 TTL LSI を採用した超大型機。最大に CPU、最大ボツメモリは M-380 が 64MB、M-382 が 128MB。1万ゲート、チップのイクル LSI を採用した超大型機。最大ボツメモリ 256MB、最大64チャンネル。水冷。 ベクトル型スーパーコンピュータのシリーズである。ベクトル演算プロセッサーを搭載していることから VP。クレー、日本電機の SX シリーズ、日立の S シリーズとともに、世界を舞台に激しい競争を演じた。VP という名は、ワンチップ化された、ミュ VP にも使われた。後に、ファコムの名はつかないが、並列ベクトル機、VPP へとつながる。 実際のフォートランプログラムの分析をもとに設計された最大500マフラップスを達成した1985年には性能を強化した上域ファコム VP-400 が発表され世界で初めて1グフラップスを超えた処理性能を実測した1988年12月に発表されたハイエンドの VP2600 は5グフラップスを超える 処理性能を実測し、1990年に世界記録を樹立した。1977年発表の3機種。汎用コンピュータファコム、m シリーズの回の位置付け、ファコム2 3 0から15の後継機。その後、1979年4月から1982年7月にかけて、新ファコム v シリーズ4機種が登場。 1985年に K シリーズに統合された。1990年5月以降、Facom のブランド名は廃止され、不実に変更された。ベクトル型は VP2000 の後継として、1995年に超並列スーパーコンピュータである v p p シリーズにつながった。また、 スカラーパラレル型超並列マシンの系統は1992年からの AP1000、AP3000 の発表につながっていく。また、固有名詞がつく、スーパーコンピュータとしても導入されている。UI1990 年に富士通 M-1800 が発売された。8CPU 密結合で、四季翼二 g バイト、256チャネルという、超大型機である。 過去の M シリーズとも互換性はある。1995年には富士通信 M-1000 シリーズが発表された。1995年には富士通 GS シリーズが発表される。オフコンは FMG シリーズに引き継がれていくことになる。ユニックスサーバーワークステーションは、対別すると OS に XP、DS 等を搭載した富士通の独自アーキテクチャ系と、 ンマイクロシステムズ社のソラリスを搭載したオープンアーキテクチャ系統がしばらくの間併売されていく。その後、三社と共同開発も行われた。1992年7月に3 2ビットエーサ、バス対応の p c a t 互換アーキテチャが採用された PC サーバとして FMR-340SV が発表され、FM サーバー グランパワーシリーズと続いていくことになる。1981年よりパーソナルコンピュータの出荷が始まった。社内で扱う部署が異なったという経緯もあるが、パソコンでは1990年よりも前から FM-8 に始まる FM という名が使われた。旧大への納入は、九州大学電産センターファントムズ落事故に翻弄されることとなった。計算や P105 山本拓馬によれば、富士通が独自に開発した OS が IBM と大きく異なることが指摘されたとしている。一方、同初 P300 日立でシステムプログラマであった高橋信正によれば、キタック5020導入後に計算機センター用に OS を作ると約束しており、OS は採用決定後に開発されている。三輪の治は、 ユーザーソフトの互換性と書いている情報処理学会の博物館サイトでも、同期は、スーパーコンピュータの分類にある http コロンスラッシュスラッシュミュージアム .ipsj.or.jp スラッシュコンピュータスラッシュスーパースラッシュインデックス .html。ありがとうございます。